こんにちは、あんこにけです。アンジーの目の状態についてご報告します。4月2日の土曜日に眼科へ通院してきました。現状変わらず穴が開いたままの状態です。ただ悪化はしていないが自然治癒もないとのことです。手術については今のところしないという選択をしました。理由としては結膜の穴が悪化していないこと、結膜の穴があることで即失明になるわけではないこと、まだ目の中にフィブリンがあって緑内障バルブが詰まる可能性があること、手術によってまたフィブリンが出てさらに詰まる可能性が大きくなること、もちろん今あるフィブリンが緑内障バルブに詰まって急激に眼圧が上がるとそれは即失明の危機になってしまうので、定期的に眼圧をチェックし続けて様子を見ていこうと思っています。先生からはエリザベスカラーをする必要はないと言われましたが、時々目のあたりを強めに描こうとするので、飼い主が目を離すとき、買い物に行くときとか就寝時とかはエリザベスカラーをするようにしています。そう、最近の私の朝の目覚まし音はアンジーがエリザベスカラーを足でカラ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 って回す音なんですよ。やっぱりちょっとエリザベスカラーを外せないかなという状況です。運動についても特にダメとは言われてませんが、ドッグランの土ぼこりとかおもちゃが目に当たったりとか、細菌感染の恐れを考えると今はちょっとやめておいた方がいいのかなと考えています。心配しすぎな部分はあるのかもしれないけれども、1日4種類4回の点眼を忘れずにしっかりやりつつ、もうちょっと様子見で過ごしていければと思っています。このまま何でもないこと、結膜に穴は開いたままの状態なのかもしれないけれども、視力は維持していけたらなと思っています。今後もアンジーのことを見守っていただけたら嬉しいです。